二条山めってきた。おったおった。何おった？何おった？あ、あれや。眺めいいな。うん、マダム隊員、マダム隊員、はい、もう3時半なんですけど。おお、3時半です。こんにちは。もう下山していきはったんですか？いいえ、これからですよ。今ですか？はい、今日行くのは、はい、二条山。おお、二条山。二条山。おお、だけ、目だけ。おお、今日は目だけだけにしときましょう。目だけだけですか？もう3時半、3時半ですもんね。はい、目だけだけにしましょうか。トトロちゃん。あ、トトロルートですか？トトロちゃんルート今、ね、話題の。これなんや？それなんすか？それなんすか？トトロ、トトロ。あ、いや。では、トトロルートへ、レッツラ、グー！さあ、ここで今回のコースのご紹介です。スタートしたのは道の駅高見パーク大間。そこからまずは登山口のある鳥谷口古墳を目指します。鳥谷口古墳からはトトロルートを通って隠れ坂へ。隠れ坂で一休みした後は馬の背を経由して目岳山頂へ向かいます。目岳の山頂で美しい奈良盆地の風景を見た後は再び馬の背へ戻り、馬の背から龍泉寺を経由して道の駅へ戻る、往復約 5.5 キロのコースです。二条山めってきた。鳥谷口。鳥谷くんです。え、鳥谷家の。鳥谷家古墳。ほんまかいな。鳥谷っていうな地名かもしれんよ。ほんまかいな。登ります。はい、登ります。登ります。はい、登りたくない。登りたくない。山ですから登ってください。かっこいいよ、山ですから。これやっぱり地名なんよ。ここ鳥谷口地名なんすよ、きっと。そうなんや。これ、ここはこれ消えてるけど、ここ、あ、盆地。鳥谷さんの墓じゃないっすよ。盆地やから、これがあっての地名かもしれない。左多いわ。うん、トトロこっちになってる。はい、じゃあ右に。ああ、涼しい。山の中入ったら涼しい。一本橋だ。お？一本橋。おお、一本橋やな。バイクの教習の。バイクの教習？ここは日本やけど。おお。ブン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 。お、うまい。うまい、一本橋うまいぞ。うまいぞ、うまいぞ。ブン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 。はよ行けー。いいくれる。いいかな。こんな坂きつくないし。うん。いいじゃね。トトロおる？トトロ。まだ見えへんな。トトロはな。気づいてないんかな。トトロ。トトロ。トトロ。読んでも出ません。トトロ。あ。なんか見えた。トトロ。トトロおったじゃん。あ、あれや。
あれやあれや。あほや。かわいい。こいのぼり。5月やから。こいのぼり。ファイト。ファイト。来た？トドロの竹やぶんとか？おお。アーチになってる。おお。おお。巨大な鳥の巣の中に入ったみたい。鳥の巣やね。なるほどね。トンネルやな。そっちは？切り掘ったから。僕もトンネル。あ、掘った。掘った。これなんすか？左前。バス停。ちっこいの置いてあった。かわいいね。どこにあるかこれは探さなあかんな。よく見てやる。星がある。わあ、ここもすごいな、トンネル。おお。おった。何おった？何おった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 ？ああ、めいちゃんや。めいちゃん、めいちゃん、トトロ。トトロとめいちゃん、かわいい。めいちゃん、ちょっとだいぶ圧迫されてますね。ちょっと狭そうやな。かわいいな。出たいんかな、外に。おる？おった？めいちゃん。ああ、お前、めいちゃんおった。ちっちゃい。これめいちゃんか、お姉ちゃんの方。めいちゃん、めいちゃんの方の。どっしまいの、実は。トトロ見たことないの？見てない。え、ほんまに嘘やろ。俺もないけど。この子誰？男の子。ああ。誰や。誰やね。まだおるかなのか。おるんじゃない。こう。いろいろ探していかなあかんからあれやね。ね。時間かかるな。時間かかる。日暮れる。分岐。はい。はい。はいはい。隠れ坂方面に行ってください。はい。はい。ここにもいます。トトロが。おった。ネコバス。おお。ネコバス。あれや。柏餅ぶら下がって。本当や。本当や。五、うん、月やから。そうそう。おお。かぶとかぶと。おお、五月やからね。五月。うん。毎月。作り本の手作りっぽいよね。手作り、うん、隠れ坂、隠れ坂。おー、バス停ですね。前バス停。おー、バス停やん。次のバス何時かな？4時半最終やで。4時半最終か。4時半やった。あー、今出たわ。ちょうど今出た。16時33分、うん、出たな。もう眺めもいいし。はあ、眺めいいな。奈良盆地がすごく綺麗に見えます。休憩もしたし、目岳行きましょう。目岳にレッツラゴー。ちょっと静かなバージョン、静かなバージョン。レッツラゴー。おー、緑のトンネルやね。気持ちいいわ。キジおる？あ、キジさん、キジさん。ライチョウや。なんでやん。あ、キジさんっすね。お疲れっすね。馬乗せです。まだ登らなあかんのじゃ。目だけ行きましょう。はい、目だけ行きましょう。レッツラゴー。レッツラゴー。行ってください。あ、頂上着きましたよ。
頂上ですよ。日時計があります。17時31分。ここでないとあかんな。31分やからな。まあ多少の誤差はあるやろ。まあまあ大体で、まあ大体やね。竹村健一です。行く行くで。ドローン使おうな、ドローン、うん、ブーンブーンドローン、どう、ドローン、ドローン、バカだな、小学生やん、小学生こういうのドローンや言うてやってる小学生おるわ。だいぶ夕焼けになってきたよ、うん、はい、じゃあ下山しましょう。そりゃそうやろ、もう6時やって、はい、6時5分、おう、降りよう、下山、馬乗せ、戻ってきました。戻ってきました。優先寺ルートで帰ろう、はい、優先寺、うん、そこ右です。お、優先寺が、うん、到着、駐車場、お、駐車場、おい、駐車場です。道の駅の駐車場に、うん、何ですか、7時20分、マジですか、すっかり日が暮れでも立ったら可愛かった。なかなかああいう探しながら登るっていうのは面白いですね。面白いね、はい、楽しかったです、はい、今回もご視聴ありがとうございました、はい、ではまた次の動画で、さよなら、さよなら。